屋の着物着方教室、佐久間です。今回はその間違いが原因かも、長襦袢の襟合わせということでお伝えしてみようと思います。今日は長襦袢姿でスタートですけども、ご説明するのに今日はね、助手のトルソーちゃんを使って皆さんにご説明しようと思います。長襦袢の襟合わせ、皆さんがね、難しいと思われるとこはどこかとね、生徒さんにも聞いてみたとこ、前の見えるとこの襟合わせもそうですけども、一生懸命襟を合わせたら後ろの襟も抜いたつもりが戻っていた、こんなねことがね、本当多いと思います。そこで今日はそれはどういうことが原因かなというのをまずご説明をしてみようと思います。このトルソーちゃん、長襦袢ではね、なかなか中の構造を見てもらいにくいので、今日はこのかわいい腰紐が長襦袢の襟だと思ってまず見てくださいね。まず長襦袢を羽織りますよね。このように普通に羽織ります。そして後ろ襟紋を抜くわけですよね。綺麗に抜けたかな、拳一つかな、横向いて確認をしてみてください。そうしてここから襟合わせをしていくんですよね。襟紋抜き、地襟についてる方もそうですけども、襟合わせをするときにまず下前の方から合わせていきますよね。ご自分の右の方です。両方の襟をバストトップの辺で持つと思います。そしてこの持った手をどのように皆さん合わせられてるでしょうか。バスト、右のバストトップに持ったんだから、はい、胸を包み込むように、はい、真横にスーって合わせますと言って合わせてくると、後ろどうでしょうか。襟紋が返ってしまいますよね。ここです、間違いじゃないのっていうのは、右のバストトップで下前持ったんですけども、左のバストトップに行ってしまうと必ず襟紋は返ってきます。それはなぜかというと、この長襦袢のお襟はボンボンボン、古時計の振り子だと思ってください。襟紋を抜いたとこでここはキープしてほしいんですよね。なってます。そうしたらバストトップで持ったものは振り子のように上がって左の乳首の上、胸の上の方になるわけです。こうするとやってみますよ。襟紋を抜きました、トップで持ちました、上に上がってくると動かないんです。ここが第一のちょっと間違いっていうとこです。しっかりやろうとして右の胸から胸包み込むのよね、左に行く、そのまま行くと必ず戻ってきます。理論が分かってしまえば後ろ襟紋抜きがなくっても綺麗に着ることができますけども、やはり意識の上で引っ張ってしまうことが多いです。ですのでお気楽屋では長襦袢の背中心にこのような襟紋抜き、私もつけてますけども、襟紋抜きをつけていただきます。そしてウエストベルトを通してまず襟紋を固定します。今はねついてませんので、ちょっとピンで固定をしてみますよ。襟紋を固定することで先ほどと同様にやはり振り子のように上がってくださいね。上がるんですけども、少々引っ張っても襟紋は戻ることがないです。襟紋さえしっかり固定できてれば、あとは自分の好きな襟合わせ、よいしょ、襟合わせの角度、ご自由にできるということです。後ろは全然動きません。ですので
振り子のように上がるんだよ。襟は真横じゃないよ。すらせるように振り子のように上がりましょう。というとこが第一のポイントになります。そしてあとは胸を包み込むようにです。YouTube の動画を見てくださって結構ね、ご質問が多いのが、じゃあ長襦袢にも後輪ベルトいいですかって言われる方もね、結構いらっしゃいます。着物にも腰紐じゃなくって後輪ベルトでいいですかっていうご質問多いんですけども、後輪ベルトを使うか腰紐を使うかということは、ご自分の持ってらっしゃる、今から着ようとする長襦袢や着物によって変わってきます。着物、長襦袢の寸法によってそれぞれを使い分けるようにおすすめをしています。それでは私も今の方法で着ていますので、実際にねやってみますね。モスの伊達締め、このようなね長肩のツルツルした長襦袢、襟合わせをするときにピシッと留めてくれますので便利です。この下には私はですけども、後輪ベルトは使わずに腰紐で着るようにしています。そして今のトルソーちゃんの時に説明をしたウエストベルト、このウエストベルトも胸元で留めますので、あまりピーンとゴムが伸びてるとやはり違和感がありますので、ご自分が合わせてみてゴムが伸びずに留めれる長さに調整をしてください。そして後ろには背中心のとこに絵文抜きをつけてあります。まず襟先と襟先を合わせますよ。そうしたら後ろ絵文を抜いていきます。ちょっと分かりやすく立ててみますね。普通に着込むとこれぐらいですよね。首に襟が立ち上がってます。肩、襟、首ちょっとっていう感じですよね。ここから首を長く着ていきたいんですよね。首はここからが首ですよ。襟を持ったら片手後ろに持っていって襟文を抜きましょう。その時に肩のラインに襟がペトッと寝るとこまで引いてください。ポイントはペタッと寝たら止めるというとこです。ここからは引けども引けどもペタッとしたラインは変わってきませんよ。でも後ろはこんなに脱ぎ下げになってしまいます。ですのでポイントは、後ろを持ったら姿見てください。肩のラインになったら止める、横を向いて確認。ペタッと寝たとこですぐ止めると、何回やっても拳一つちゃんとした絵文が抜けますよ。はい、ここまで決まったら後ろに通したウエストベルト、宮津口から入れて胸の下で止めておきます。もうこうすることでちょっと万歳してみますね。ほら、後ろの絵文どうでしょうか。ごめんなさい、マイクに当たりそうだった。全然動かないんですね。これで前の襟合わせは自由自在にできるわけです。ですけども後ろのこのウエストベルト、ぐっと紐で締めてるわけではないですので、襟をぐっと力を入れて引っ張るとやはり返ってきます。ですので先ほどのトルソーちゃん思い出してください。はい、下前、右の方が下前、合わせていきましょう。バストのトップで持ちましたよ。そうしたら、はい、見てください。バストトップからバストの上に上がってきました。反対もです。右左同じように合わせていきましょう。喉のくぼみの下、この角度はご自由で大丈夫です。喉のくぼみの下から指一つ下がったとこ、よく折りても指二本までです。あまり折りすぎると老けた印象になってきます。着物の格によっても変えていきましょう。はい、そしたら右手でしっかり襟を押さえておいて、腰紐です。長襦袢の紐は胸紐ですから、アンダーバストで。はい、そのまま後ろ、一旦締めて、必ず前に持ってきます手を。ここから、は
はい、自分の楽な位置まですーっと後ろに緩めていきましょう。はい、そして2回から上げたら振り分けて差し込みます。はい、そしてモスの伊達締めです。モスの伊達締めはこのような正拳のツルツルした長襦袢にもピタッと合ってくれます。ですので扱いやすいです。ツルツルするね、博多織もね、気持ちいいものですけども、やはり最初はね、滑って難しいって思われること多いと思います。このようなモスの伊達締めでちょっと失敗を少なくしてみてください。そして後ろのシワを取っていきましょう。これだけでもう長襦袢、土台ができるわけです。長襦袢の土台ができればこの上に置物を重ねていくだけです。ここがね、できてないと上の置物、いくら枚寸法と言ってもきれいに着ることができませんよ。今日はその間違いが失敗、響いてくるかもということでお伝えしました。長襦袢を着られるときに、今日のね、このトルソーの絵面、頭の中で思い出してください。胸で持ったものは振り子よって思いながら長襦袢着てみてくださいね。きっと綺麗に着れるはずですよ。お気楽屋の着物着方教師でした。